1月17日月曜日午後13時以降、高畑桐生が失踪して行方不明になりました。現在警察に届け出を行って捜索願いを出し、今家族全員、会社員の人々も含めてみんなで探しています。桐生崎英二は YouTube 引退後、現在働いている荒木商事にて許容範囲を超えた長時間労働を続けることで疲弊し、不安神経症などの病気にて先週は入院してたんですよ。でも退院後なんか心情の変化があったのか、私たちの前からいなくなってしまいました。コンバーワークによって引き起こされたんですかね。リョウはさ、誰かがやらなきゃならない仕事ならさ、自分がやろうっていう責任感の強い持ち主だったから、他人からのお願いに対してリョウは断ることができなくなっちゃってて、なんかそれに対してすごい申し訳ない気持ちが強かったみたい。許容できる以上の仕事を抱え込んでしまいがちで、俺はやめろって言ったんだけどさ、成果を出さないと銀行員になれないって言っててさ、本当なんか自分に鞭を打ったようにさ、競馬の馬みたいな自分のお尻を叩いてた、自分を奮い立たせてたっていうか、本当のこと言えば、まあ人参ぶら下げてたって言った方がいいのか分かんないんだけど、ただ必死さ、届かないものに対してもずっと走ってた。どこにそんな根性があるのかなと思って、最近の若いもの見せたら珍しいなと思って。でも YouTube の時もそうやったよ。もうここで諦めるとか、中途半端な動画を撮るとか、そういうことは絶対なかった。ちょっとでもほらサムネ一つにしても、あの子サムネ撮るのに1時間ぐらいかかっとった。そうだな。ちょっと手の位置1ミリ2ミリもうすごいこだわって撮っとったから、いいことなんやけど、ある程度手を抜くことを知らないとこの先やってけんなって思っとった。タイムカードはあの定時で押してあるんだけど、セキュリティのセコムの方がさ、時間示すんだけど、いつも日付変わってたから、あいつ結構遅くまでいたんだなと思ってて、申し訳ないなと思ってる。いやいや、社長のせいじゃないですよ。リョウが勝手にやっとったことやから、社長早く帰れっつって、ちゃんと休む時は休むっていうのも仕事やって教えてくれとったのに、あの子はそれ言うこと聞かないで、許容範囲を超えたような仕事の仕方しとったわけやから、あの子自身が自分を追い詰めたわけやと思うよ。でも強制で帰らせればよかったなと思って、この動画を高評価で拡散必ずお願いします。スケジュール上多少無理があっても、まあ、残業すればなんとかなる、そんなような考えを持ってた。休日出勤すれば時間に間に合うとか、そういう気持ちあったんじゃないかなと思う。自分のプライベートの時間も削ってさ、会社のためにチームのために頑張ってた。すごい貢献しようと思ってて、ただ考えるだけじゃなくて、何かやらなきゃならないっていう焦りや不安から、特別必要じゃないにもかかわらず休日出勤をしたり自宅で仕事をしてたんだと思うんだ。自己評価が低くて、もっと頑張らなきゃいけない、他の人よりも努力しなきゃいけないっていう脅迫観念にとらわれてたかもな。常にどこにいても、家にいても、仕事のことばっかり頭にあって、家にいてもお風呂とご飯食べる以外ずっと仕事してたんですよ。やっぱその姿みたいに、もうちょっと休めばっていう言葉も何回も何回も寮に対して訴えかけとっても、今頑張らんと俺はダメになるって、その言葉をよく言っとったね。家族が失踪してから何年も経ってしまっているってケースは少なくないし、家族間個人間の問題があって家に戻らんってことも少なくないねんてね。いやでも私は寮が YouTube やめたいって本心で思っとると思えんかったよ。こうやってちょっと出すことによって、やっぱ YouTube もう一回頑張ろうって思ってくれるんじゃないかなと思って、たくさんのファンのみんなが温かいコメントいっぱいくれたりね、寮が辞めるってことに対して辞めんといてほしいっていう、やっぱそれ聞いたら後悔しとるんじゃないかなって思ったもん。ちょっとほら YouTube にほらモルモットとかでやっとったやん、一緒に加わって寮も言っとったやん。ヤッシュ寮マイサキタカシヒサシマちゃん、気持ち変わるかなって思った。もう一回 YouTube 続けてくれるんじゃないかなって思った。きっかけを与えられるんじゃないかなって思ってる。あの時俺動画見直したんだけど、あいつカメラの前で顔隠してたじゃん。やっぱりなんか出ることに対して申し訳ないっていう気持ちあったんじゃないかなと思って、あと映りたくないっていう気持ちもあったのかなと思ってて。朝倉さん寮に10万貸したって言ってたじゃないですか。寮からは特別な絵も聞いてないんですよ。仕事が大変ですんごい悩んでたのは知ってるんですよ。俺がすんごい寮に厳しくしすぎて、多分それが原因かもしれません。1000万契約取った時も寮に対して俺はすごい怒鳴ってたんですよ。まあそれ私も近くで見てましたけど、でもそれは当たり前のことやから、上司が部下に教えるっていうか。いやでも僕ちょっとやりすぎた感はあるんです。いやそんなことで辞めるようなら社会人としてこの先通用しませんよ。だってあと30年40年っていう中で働かなくちゃいけないのに、1回や2回のそんなこと当たり前やから、嫌がらせでやってるわけじゃなくて、寮のことを思ってちゃんと教育してくれとるなってすごい感じとったから、寮ならやってくれると思って強く言ってたんですけどね、俺の期待以上にやってくれてる。朝倉もそう思ってんじゃないの。あれだけ1000万の契約取るってなかなか新人ではないですよ。本当にだから会社としては本当に評価はすごく上、まあ、だからそれも感じ取ったし、すっごい頑張っとったんかもしれないし、でもあいつの中では自己評価が低かったのかもしれん。もっとやれるはずなのにっていう気持ちあったのかもしれん。新卒者よりも1年遅れてるっていう焦りもあったのかもしれないし、家族もいつまでも元気であるわけではないし、病気もしたり余命が短くなってしまったり、もう一生一緒にいられない可能性だってあります。後悔せんためにも早く探したい。もしこのままもう一生寮に会えんかったら、まゆそんなわけないわ。分からんや
やん、そんなの。そんなわけないやろ、今。こっからもう姿消して海外とか飛んでしまったらどうする？まあ、パンフレットもいっぱいあったしね。どうしよう、前海外行こうとまずないわ。そのまま飛んでってしまうパターンだってあるやん。このまま日本帰ってこうと。そのままだって海外にすごい憧れ持っとってんよ。まあいい、幼馴染のまっちゃんにも協力してもらっとるぐらい本気でんよ。もう本当にシビアなことやしね。でも兄さんがいなくなって、やっぱり家庭内でもなんか笑顔が消えるんじゃないかなと思って。今日本当はデートやったんだろ？いや、二人して全然。ごめんな。木を隠すなら森に隠せっていうことわざあるやん。多分人混みにおるんやろうなって予測する。失踪生活って切っても切れない関係なのがお金の問題やん。でも10万やん。いつか尽きると思う。そうやね。10万円以外に亮はお金持ってたの？亮が失踪した時点でクレジットカードをクレジット会社に電話して止めました。朝倉さんに借りた10万とあと所持金いくらか持ってったと思うんですけど、それがなくなったら尽きたらうちに帰ってくるしかなくなると思って。でも逆になんかそういったお金なくなったからって犯罪起こさんかとる、それも心配だな。いや、さすがにそんなことしません。真面目ですもん。神社とか行かんよな。あ、ありましたね、よく賽銭泥棒。うん、うん、あんなんならんように。いや、さすがにそこそんな理不尽なことしません。でも現金なくなったら人間何でもするんだぜ。モラルは持ってると思います。いや、でも泥棒ってみんなモラル持ってたと思うんだよ。クレジットカードを止めたんですもん。お兄さんが失踪する前に一回俺の動画で撮影して、でもその後からもう連絡もつかんし、やっぱ仕事帰りに来たとか言っとったから疲れとったやろし、顔も疲れてましたし。とりあえず行方不明のビラ作ったり、あと配ってなんか手がかりも家の中で探したり。真剣寮見つけたぞ。よしよし、みんな行方不明のビラ作成しました。おお、できた。いい感じじゃない？でもちょっとこれイケメンすぎん？確かに、うん、いつもこんなんじゃないよね。うん、いつももうちょっとブサイクか。うん、もっとキモいよ。これやったら分からんかもしれん、みんな。これで絶対見つけられるかな。これ絶対電柱に貼ったらダメねんよ。そうね、あれ電柱もちゃんと高校宣伝料って捉えるから、うん、無断で貼ったら泥棒と一緒だよ。おい、朝倉、クローゼットの中になんかひんないか。ちょっと見てみますか。うん、勝手にあさっていないですか。社長、匂い嗅いでいいですか。お、嗅いでいいよ。くせえ、これくせえ。社長、量洗ってないですよ、これ。社長、もう手がかりないですか。俺全然わかんないですよ。もう頭おかしくなってきたもん、社長。じゃあついでに前のロッカーも調べっか。あ、それですね。うん、なんかお前ニヤニヤしてねえか。よだれ出てきました、社長。真剣にやろうよ、真剣に。社長、俺だけ悪くないですよね。だから悪くないんだって。俺がきつく言ったせいじゃないですよね。社長も悪いですよね。うわ、俺も当然。だからパワハラしたとかそういうことになれば責任は全部俺が持たなきゃならない。だからあんなカメラの前では俺のせいとか言うな、自分のせいとか言うな。ですよね。僕頭おかしくなってきたんですよ、もう。僕も10万貸してるんですよ。あ、生活できないですよ、本当に。でもあいつはほんま10万借りてってそのまま消えるつもりだったんじゃないの。あいつ寮に10万円貸してるじゃないですか。1日福利で1日に対して 10% 取ってるんですよ。お前それヤクザやん。で、何福利で増えてってんの。当たり前ですよ。今30万ぐらいなってんじゃない。もう今どれぐらいですかね。もう計算できないぐらい頭おかしくなってるんですよ。これ配りまくったら絶対寮見つかるよね。でも名前とか書かんくてよかったん。桐沢刑事探しますと。桐沢刑事ってやったらネタやと思われるかなと思って。そう、兄ちゃんかっこよく見えてきた。何するん。気持ち悪いってそんなことせんのって。ちょっとよく見とったら可愛く見えるやん。もう確かにちょっとなんかちょっと可哀想な顔してるし今。でもお兄ちゃんやったらキスします。俺キスして。もう早く会いたいよ。燃えてるね。前もこの二人のちょっと中の姿をちゃんと目に焼き付けていきたいな。あ、俺の本命は舞ちゃんですけどね。あ、ありがとうございます。そう、え、俺最近舞と絡み始めてこの家ばっか来たらなんかもうおかしいことばっかりやんけど。それうちの家族がおかしいって言いたいん。いや、おかしいよ。ちょっと騒がしい。もうおらんくなったり病気になったり。うん、お兄ちゃんの頭のネジが外れてからうちらの頭のネジもだんだん外れてきて。舞ちゃん、ごめん、証拠を探すわ。おお、びっくりした。どこ、ちゃんとこれ取ってあげるんですか。お前これ引くんだよ、これ課長、開かないですよ、これ。なんだよな。ここか。お前そのとこ見たらダメやろ、お前。下とか、下とか。社長、大変なもの発見しました。お前パンツじゃないですか、これ。ダメやろ、お前そんなとこ届いたら。お前ちょっと見ないでくださいよ。ここはちょっとダメ。女の子のプライバシーがたくさん書かれとるんや。パンティーやぞ、お前これ。パッパッパパンティー。ねえ、なんでそんなふざけるんですか。こっちはちゃんと真剣にやってるんですよ。一旦冷静に。僕の責任は上司の責任ですからね。まあまあ、全部責任は全部俺にある。社長、俺だけはクビにしないでくださいよ。分かった、絶対クビにしないでください。今も別にパンティー見たくてそこ開いたわけじゃないんで。でも前って二十歳
歳だっけ21だっけ21紫ってそんな別にバカにしないでください紫じゃないもん。どんな彼女と付き合ったうちの前バカにしないでください。紫やぞ、余計不満色やない。いや可愛いし、ちゃんとやったれや。やります、やろう今度。そうやね、頼む。俺スワッピ君とも総会として俺も一緒に入れてくれ。いやダメですよさすがに。社長どうしてくれるんですかこれ、俺も入れてほしいっすよ。まあ前はお金かかるぞ。え、前パパ活しとるんけ。あ、まあちょっといいもん買ってもらえるから。交換日記みたいなことして。交換日記って、そうそうそう、いいものくれるから。じゃそれがパパ活っていうやつ。そうなの。そう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 。でもお金もらってるよね。交換日記するんだけど、はいはい、バッグが欲しいとかそれぐらいしか書いてないよ。そうそうそう、それ以上のことはしてないから。寮から戻ってきた30万でどうか俺もワンプレーお願いします。お前アホか。ごめんなさい、無理です。おじさんは無理なんです。おじさん無理だって。社長どうするんですかこれ。どうするんですか社長。無理なんやて。なんかお前ら怪しいな。怪しくないよ。お前探しとるふりして二人でなんかやっとったな。やってるわ。やっまだやったことないんすよ。カメラ見ればわかる。カメラ、うん、ハメ。違う、カメラ見ればね、すべて一部始終撮られとるからそんなことしてないってわかるね。え、なにこれ。スタッと首打っとるやん。やばいやばい、やだ、変な勘違いされる。ハメ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 。ここにあった寝袋なくなっとる。キャンプ用のテントもなくなっとるわ。外坂で寝ようと思ってるんですよ、お金なくなったら。寝袋とキャンプ用品あったら外で寝られるがに、ね、ホテルのホテルでなくなったって全然野宿できるやん。できるな。帰ってこんだらどうすらお前。私はこうなったら離婚やよ。怖かすないって言葉知っとる、ね、子供はあるから私らは繋がっとったんや今。あ、そうか。そうやじゃない、何そのふざけた言い方。助けてごめん、すいません、離婚します。寮も最近ね、うちに帰ってこんし、マンションにもおらんし、見当たらんげんて。あららら、ら何終わったこと言ったらね、どうする。お母さん、最近寮と連絡してない。何もしとらんわ。だからもしかしたらどっかでなんかきっと、なんか計画的やわいね、そりゃ。そうかな、何の計画やと思う。ここで10枚持っとって買って、うん、寝袋もないがなるっていうことは計画的やって。長いこともうち帰ってこんってことやね。そう、覚悟があって出てっとるってことやね。その覚悟でっていうか、なんか自分で考えることがあって、もうしばらく自分でなんか考えることあるまでないか。動画もやめるって言ったし、仕事のことも今やりだしてんから、うん、ちょっと私も心当たり聞いてみるし、うん、はいはいはい。朝倉さん、これ日本の行方不明者リストですよ。この中に尿いないですかね。え、まっちゃんおるやん。じゃあまっちゃんちゃうやんこれ。23歳だろ。どういう若い子でもやっぱ失踪するんだぜ。加えてもらえればいいんじゃないの。 YouTube 界じゃなくても他の人も見てくれるじゃん。写真がなくなってる人はもう見つかっちゃったんだよね。ご協力ありがとうございましたとか書いてあるし、実際これ黒くなってる人も全部見つかったっていうことってことは全然可能性はある。こんなに行方不明者の人おるの。そうね、だからしかも寮みたいな年齢の人が多いんやって。21歳23歳25歳、2015年から見つかってない人もおる。みんなすぐ準備できた、すぐ行きましょう。行こう。みんな寮を探すぞ。よっしゃ。俺は必ず寮を取り戻す。世界でたった一人の兄を私のものにする。俺の種から出てきた寮を奪い返す。とにかく寮に会いたい。うちの社員は絶対守る。寮必ず戻ってこい。高畑寮保管計画開始。せーの、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。はよ戻ってこいば。早く出てきてよ。早くするだけ早く来い。お前どこに乗れんてんや。俺の車で行くぞ。早く10万返せ。よし、俺の車乗り込め。はい、はい。りょうどこに逃げたと思う。わからん。まあ、とりま小学校行く。うん、小学校行くか。とりまな。多分懐かしいと思って小学校にもしかして遊んどっかもしれん。てか、りょうって起きるの早くって、早めに小学校行っていつも朝とか何時間も玄関の前で待っとったらしいんて。だから小学校の玄関とかワンチャンおるかもしれん。まちゃん、まい、よし、さき、さし、ただし、火は熱くて氷集めたい、もろもろです。そんなお前らふざけんなよ。ふざけてないって、これ真剣やって。探すぞ。この家族の一員になりたくない。そんなこと言わんといてよ。私の息子になってくれんけ。いいですよ。かわいい、かわいい。こんなかわいい息子できるし、寮なんていらんわ。俺も息子になりたいっすよ。小さいな、こんな大きい息子いらんわ。あそこプールあるねんて、寮夏休み毎日プール行っとって、大好きやからプール。もしかしたらあそこにいるかもしれん。行ってくる。私、ちょっと探せ。焦げんなよ。あ、焦げた。広いからみんなで手分けして探そう。それぞれ組になってペアになろう。やすしおいで。じゃあ俺と朝倉って体育館見てくるわ。俺の10万絶対使ってくるんすかね。10万じゃなくて30万じゃなかったの。あ、そうか、30万か。もう30万たってるんですよ。もう30万って言っとかないとまた話がおかしくなるから、30万ってずっと言っとけ。あ、全然みんなに報告します。お、そうしてくれ。そうじゃないとお前サッカー福利で貸してるっていうのはおかしいからさ。バレますね。ダメダメ。池の中とかいねえか。私見てきます。社長、金魚できた、金魚。りょう、
社長絶対いるぞこの中に。社長いねえよ、まだ草しか張ってねえって。こんなのどこ行ったんすかね、あいつは。あそこにジャングルジムあるやん、あそこに登って、はい、高いとこからちょっと見下ろしてみよう。おーいりょう、30万返せ俺に。りょう、クソ、30万やぞ、30万。早く帰ってこい、りょう。社長、これでいいですか。お前アホやろ、降りてこいよ。わかりました、社長。りょうより給料の方が大切なんですよ、僕には。お前、いいふぶなや。りょう、給料、りょう、給料、りょう、給料。ラップ陰を踏みました。あ、陰を踏んだんだ。はい、はい、オッケー、降りてきて。了解です。痛い、社長。お前骨折した。お前、お前まで、お前、うちの会社から脱落するのか。お前、社長、僕だけは見せておいてください。寮見せてもいいですけど、僕だけは。よし、社長、よし、行くぞ。行きましょう。行くぞ。社長、これ労災聞きますか。僕、お前それ寮に請求するわよ。社長、僕足反対になってるんで。お前足どこ向いてんのそれ。あっち向いてんじゃん。お前足反対向いてます。社長、会社から降りますか。給料、お前労災やな、これな。社長、入院費会社から出ますか。分かった分かった。これで有給90日間取っていいですか。お前有給もう使っただろうよ。どこにおるんや。出てこい、今出てこいや。プールやね、ここは。俺はおらんな。どうするあんなが寄ったら。どうしよう。なんか、あの、オットセイみたいな。お似合いすぎる。オットセイみたいな顔しとるや。待って、あそこのなんかそのブランコみたいなのは行ってみる。あそんのりちゃん行ってきます。待って、ねえ、前のこと俺が反対で。よっしゃ、地獄乗るよ、全国へ。やっほー。ワンちゃん小学校におらんのかな。でもなんか走っとったら若かりし青春時代を思い出したわ。確かに。りょう出てこいわ、これ。いや待って、俺 K-1 選手かっこいい。ワンちゃん、イエーイ。やすし、いつまでおしっこしとるんだ。早くりょう探しに行くよ、早く。止まんねんだよ。何が止まらんねんって。あと電子や年やし。止まん、早く途中で止めていくよ。10秒待ってくれ。今止めろっておしっこ。キレ悪いねん。だ、何するのも遅いけど、おしっことするのも遅いから。俺のチップ見る。君、りょう探しに行くよ。ちょっと汚い、あんた手洗った。洗うわけねえやろ。汚い。雪で洗うわ、雪で。ほらほらほら。雪だるまです。寮洗濯物とかあるからさ、コインランドリーに寄るんじゃない。そうかもしれん。だって洗濯いっぱい多分溜まってると思うね。もう3日4日間うち帰ってきてないし。ということで今コインランドリーに着きました。コインランドリーってあったかいんですよ。24時間営業してるし、寮がもしかしてこの中に侵入しとるかもしれん。わー、すごい、あったかいやろ。わー、ここで寝泊まりもできるし、ね、最高や。いい場所や、エアコンもついとるし、しかも台所もあるねんよ。ほんとや、ここでカップラーメンとかも絶対作れるよ。ここでほら寝泊まりできるよ。ほら見て、ここで寝れるよ。でも太らないと厳しくない。でもあったかいもん大丈夫やね。里で寝るより全然マシやって。24時間営業最高。ちゃんと神様も見守ってくださっとるしね。でも防犯カメラついてるから、なんか不審者っぽくなってる。もしかしてこの防犯カメラ見せてくれたら寮がおったかどうか分かるかもしれない。もちろん。コインランドリーのオーナーさんに連絡しようよ。あそこの監視カメラにデータが残ってたら、ここに寮が住んでたかどうかって分かるから。あ、追悼するよ。こんなに寮おるんじゃないの。いや、こんなことは死んでますよ。寮30万返せ俺の。もしかしてもう遠くに逃亡するかもしれない。ってことは空港、小松空港や。1月17日からもう消えとるし、もうどっか行っとるかもしれない。それか今日帰ってくるかもしれんよ。嘘、その辺帰ってこんやろ。だけど秋田、あの子はやっぱり石川県大好きな子やから、今頃帰ってきとるかもしれん。それを捕まえればいいんじゃないが。あいつもう根っからの田舎者やからな。さあ、小松インター着いたぞ。新規臭い雰囲気 やから俺ちょっとラファエル野球券みんなでしよう。何やそのラファエル野球券って。あの、偏見を言いまくる。はい、どうも皆さんこんにちは。あゆえおの次はかきくげ5。当たり前の話やけど、そんなおかしかったわ。コムドットも当たり前で思んねえこと言って笑っとるから。ああ、そっか。嘘笑い、嘘笑い。言うていい、あの、ラファエル・ラキュゲンで俺見たんやけど、スキップして、あの、15秒で終わった。あれ、リョウやん。あれ、おじさんやし、どっかの。でも、リョウ、変装しとるかもしれんやん。いや、あれは違うやろ。みんな、準備はいいか。おい、冷ますぞ。おい、1、2、1。お兄ちゃん、飛行機乗ってないよね。空港のお姉さんに聞いてみよう。そろそろ来いよ。キャビンアテンダント。早く出てけよ。国内線やここから寮出てくる可能性高いと。先生、この人見ませんでした。すいません。あいつ福岡空港とか行こうとしてますね。九州、九州、国内線入ります。この屋上内に寮絶対おるって。23年間寮の母親しとるから、寮の匂いって嗅ぎつけることができる、分けることができる素晴らしい私って。さすが母親。うお、すげえ。出てこい。ここってよく遠距離恋愛する人らが飛行機見てバイバイっていうとこだよね。じゃあ俺らもやるか。やろ。だから俺遠距離じゃないもん。あ、本当やね、近距離だね。早く遠距離になろう。じゃあ。あれあれれれれあれれれれ、ねえ、りょう、あの飛行機に乗ってきたんじゃないか。もしかしてあの飛行機に乗ったのかもしれん。帰ってきたっていうこと。そう、帰ってきた。きっと帰ってきとる。じゃあ搭乗口で待ってないと。そうだ、下で待っとらん
なタイミングバッチリやん。どっか私らの姿見て隠れるかもしれないし、ここら辺ちょっと探してみ。でもあいつ見つけたらどう声かける？もし寮見つけたらとりあえずみんなで周り囲もうぜ。袋叩きにすればいい。いやそうじゃなくてもう周りから囲む。あったかくおかえり寮って言ってあげよう。あれ寮やって。いやね、いやね、ね、めっちゃ寮っぽかった。絶対あの人ゴミの中おったって。いましたよ本当に。じゃあもしまっちゃんが飛び立った時の前再現してみるね。オッケー、俺が飛び立つけんね。うん、一緒。毎日まちゃんのこと考えるからね。愛してるよって言います。ちょっとやすし、何しとるねん。何飲んでるの。ちょっとコンポタージュ一人に。何渋い顔してコンポタージュ飲んどんげんって。やったらみんな探しとんのやろ。ほんとにガスやろ。あんた、あれ前は前どこ行った？あ、さっき、おっとおっとおっと、どうしたどこ行っとった。ニャニャまんじゅう買ってきた。お前がこんな時にニャニャまんじゅう買うなよ。ニャニャマンジュ買ってきた。これ全部前のやつだね。また飛行機来たじゃん。飛行機来たね。飛行機来た、飛行機。え、ちょっと待って、待って、寮じゃない俺。寮、え、ちょっと待って。あれ寮っぽいぞ。あれ寮って。めっちゃ似とる、めっちゃ似とる。寮やん。あれ寮やって。え、なに寮な、寮な動きしてない。え、変な動きしてない。どこ行った、どこ行った。ほら、うちのキャリーケースやん、あれ。あー、間違いない、寮やわ。寮や。何携帯触っとるよ。なんか写真撮ろうって。写真撮ろうって。座った、座った。あ、寝だした。寝だした。あいつあんなとこで寝とるんじゃないの。疲れとるんじゃないか。いや、でもあんな寒い岩にそんな寒空の下でね、なんか。もしかしてあいつここで三泊したとか。空港来てすぐ見つかるわけないじゃん。ここに住んでない限りこんな見つからんて。空港ってずっと開いとるんけ。開いてない。あれやろ。あ、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 待て待て。おい待て。逃げるな、逃げるな。いや、あんたどこ行ったって。みんな騙しとんねんよ。おいおい、どこ行っとんねんか。お前囲め、囲め、逃げよう。お前何しとんねんか。みんな心配しとってんよ。何しとるの、あんたどこ行っとった。飛行機なんてどこで撮ってんて。どちら様ですか。どういうこと。どちら様って、寮やろ。寮やろ。どちら様ですか。寮やろ。触れないでください。公務執行妨害で対応します。何の公務執行妨害。お前いっぱい喧嘩らして寮やお前も。寮、お前寮やろ。何お前ら。ほら寮や。何せずるで何しとるお前ら。心配しとってよ。あんな置き手紙して、なんでうちから出てくげんって。何も連絡もなく。あんたほんで朝倉さんに30万借り取ってんの。何の人形が取ってるんですか。ねえ、お金も借りてんの。銀行振り込みで返しますんで。それではさよなら。どこ行くん。やめろ、お前どこも行くんだもん。逃げんな。寮逃げさんぞ。寮絶対逃がさんぞ、もう。寮お前いい加減しろよ。うち帰ってきて。ねえ、もうどこも行かんといて。逮捕だ。はあ、てかどこ行っとった今まで。九州のとある銀行面接行っとって。はどうやったん結果は。いや知らんわや、今ゴー入れてないって。なそんなんやったら家族に言ってけよ。社長にも言ってかんねやろ、会社も休んどるげんし。 お前らうざいけんって。もうどっか行って、今無理や俺。なんだこんな耳ずばりいっぱいあるがよ。いや、そんなあります。ちょっといろいろとね、やっぱ書いてじんましんできたんですよ。それより精神的に大丈夫なもん。大丈夫じゃない、さよなら。何やろ、逃がさん。何やお前ら、何したいねんてや。ああ皆さんぞ、やめろ。こういうふざけたこともしんといて。俺も動画引退してんぞ。母さんの元からもう離れんといて。マジで俺の目の前に現れんといて。今俺も一人になりたいねんて。一人の時間欲しいねんて。今日一日ずっと探すった。なんで動画引退してん、なんで撮るが。じゃあなんであんな手紙残したかって家から出てくる。心配するやろ家族は。 YouTube 撮ってお兄ちゃんの手がかり少しでも掴みたかってん。今日50人ぐらいに配ったぞ。50人も配った。こんなもんお前マジで社会の恥やん。社長、この動画撮ることおかしいと思わないんですか。僕は引退決意してたんですよ。とにかく寮の捜索のために撮った動画なんだよね。視聴者さんも一緒に探してくださいっていうお願いの動画だったの。だからそれは上げてもいいなと思ったんだけど、寮もちゃんと九州の銀行に面接に行くっていう家族にも言って、会社にもそういう風に休暇願い取っとけばこんな騒動にならんかったんや。失踪した原因は面接だけじゃないですよ。社長に言われて仕事やるんじゃなくて、自分自身で仕事の量を増やして、もう銀行員に就職するためにはノルマとかも達成しないしさ、これぐらいでめげとったらさ、絶対銀行なんて入ったってすぐに心折れてしまうわけやん。だから自分でも最高の仕事量を取ったわけやん。現に不安神経症になったわけねんけど、それ以外にも問題があるわけやん。なんかあんたらが動画撮ってくるやんけ。あれが本当に俺の心のボーダーラインを超えてきてる。もし立場が逆で前が就職したとしたら、俺も動画に映しとったと思う前を。だから人のことは言えんけど、俺どうしても撮ってほしくなかったよ。俺羽田空港で東京に今次に面接あるから、さよなら。はっ、ちょっと待って。おい待て、来るなよ。声かけてくんだ。みんなで話しよう、もう一回。英語で言うとら、英語で帰れって。ほら聞いてみみんな。お前登場時間に取るだけじゃ頭悪いんかよ。だから前、やめろ。
っそやりやがったわ。抑えろ抑えろ。やっべこいつらマジでもう俺のことを考えてない何も。絶対にもう逃がさんすよ社長これ。絶対逃がさんよもうリオのこと。やめてもう。とにかく一旦帰ろうさ。とりあえず帰ろう。はい。あれ俺の飛行機ねんて次の人俺飛行機ねんて。いいって。あれの飛行機が出るねん。出るへんじゃねえよお前。今キャンセルしてきた。もうキャンセルもう帰る帰る。もう連行連行って何よ。来い来い。殴るせえとお前。来い。やめろ。来い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 。このエンターテインメントにしてどうするの。エンタメ YouTube はエンタメやけどこれガチや。お前こんなもんアップするわ。お前俺知らんぞ。俺プライベートこなさらされて俺世間の橋やんけや。お前心はまだ冷え切ってないわ。どういうこと。あったかいからまあ気持ちは大丈夫や。冷めるなお前。あうお前の股間から出てきたことが人生の恥やわ。うわぁなってお前親に向かって何言っとんじゃお前。こんだけ今みんなでこうやっておる前にあんた逃げられると思うなよ。あなたのお股から出てきたことは人生の恥です。最後失礼な。私うまんかったらあんたっていう人は存在せんかってんよ。分かっとるんか。何するつもりマジで。社長なんか言ってくださいよこれ。いやいや俺は今回はサキさんの味方だよ。そうそう一回落ち着いて話しようや。そう帰るよとりあえず帰ろう。どこに帰るんですか。うちに帰る。この中に何あるんだよ。いや心の中俺あったかいですよ。もう銀行員の気持ちしかないですよ。だからこそ今こうやって動画撮ってることおかしいやつ。お前目が魚の目なんだよ。いや知ってるわその腐ってんだよこっちは。だからお前もう嫌だからその目がおかしいから連れて帰るんだって。あなたおかしいんですよ本当に。いやおかしくないって。だって俺は YouTube やめたんですよ。なのに何でこれ撮影するんですか。じゃあこれ撮影してなくてこうやって説教されるのはめちゃくちゃわかりますけどこうやってカメラ撮ってることが意味わかんない。じゃあマネージャーちょっと一回カメラを下げてよ。結局これも映像化してアップロードするわけじゃないですか。編集して誰かが知らないですけど今編集してるのが誰か知らんけど。ほらアルコール消毒しとけ。しとるわそんなもんお前。しとけよお前コロナの大変な時期なのにお前。とにかく一回家帰ってあったかい寄せ鍋食べながら話しようぜ。いやもうあなたともう食後観光見たくない。今俺は社長は今違う人間になってる俺の中で。いや俺の荷物もあるにあれ取らんのかんでさ。持ってきてくれ。いやもう知らんわなそんなもん。見てこれもうこの図もう奇妙でしかないやんけ。もう頭のおかしい家族やんけお前。これもう集大です。飛行機片道いくらかかってるか分かる。4万ぐらいするん。そんなん関係ないってお前。その4万ぐらい関係ありますよ。お前の命の方が大事なんだって。いやいや大事じゃないって。4万円ですよ、ね、俺ら空港来る前どこ探してたと思うんだ。どこ探してたんですか。公園小学校コインランドリー。あやばすぎだろ。今日うちの会社全員出はがらってお前を探してた。正直社長は何も悪くないですよ。けど今まで何も悪くなかったのにこうやって捉えてることで悪いことになってるんですよ。いやまだお前は俺うちの社員なんだよ。社長にブラック企業みたいな感じでやらされてるとか一切なかったわけですよ。社員だからっていうことがなくて社員になる前からお前のこと知ってるわけじゃん。お母さんとも仕事で関係上長いしさ。お前息子みたいなもんやん。こんだけ心配してくれとる社長の下で働いとるのにあんたこうやって勝手に家出てったらダメじゃない。いやだからこんだけすごいいい社長がおる前にあなたはなんで俺のことカメラで映すって言っとるんやんで。だからそれについてもう一回話し合おうって言っとるんやん。話し合うもクソもないって君らともう一言も喋ってからもう嫌だ。あちょっと待て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 待おい。ねえ、中華、お前ラッコになったんか。いや、俺はもうこの空港から離れんからな。お前もラッコか。いや、俺は離れんってそれやろ。23歳にまでになってこんなとこでねへばりついて何したらいいって恥ずかしい。ああ。いや、お前がおらんだらな俺がな、すごい辛いやぞ、部下おらんだら。もうやめてよ、やだ。早く下ろして社長、もうこっから。いや、俺ってもう高速やぞ、お前。俺どこ連れてくつもりや。俺の顔にモザイクかけるよ、全部。寮に県外で就職された甘い高畑家に一人だけの子供になるけど、そんなん嫌だ。もう今から東京行く予定やってんてんや。パパとママに挟まれるの前だけになるげんよ。東京行きたいへんて今。気持ち考えてよ、こっちの。東京で就職するげんて。そんなずるいし、自分だけ逃げて東京へ何するつもりやっと。ゴムドットのヤマトとコラボするげんて。はぁ。ヤマト確か頭いい大学行っとたずれんて。やから多分 YouTube 辞めた後の進路とかめちゃくちゃ定めてくれると思うから、ヤマトに会いに行く。あとアムギリの誕生日祝いに行く。1月23日おめでとう。ゴムドットの新メンバーになりたいやん。あそうや。うちらみたいなこんなメンバー捨てて。モルモットや捨てんといて。うちらのモルモットに入ればいいやん。そうやってコムドットじゃなくてモルモットで以外ね。なんでモルモットねんて。いやもうバクリアに2番線じゃんけ。帰りたくない。ダメ。よう逃がさんぞ。牛食べるともろ外して。俺は俺帰りたくないって言っとるやんけ。いいから。だけど一緒くれてもいいやろ。こんだけみんなで一生懸命探してんし。おかしいってお前ら。ここまでさ大人5人揃ってやることかい。家の敷居またぎたくないって俺。あんたは高畑家の長男やよ。ちょっとこっち来い。とりあえずここ座って。やめろって。そのなんか座る間に。なんでまた撮るげんてんや。なんで隠すげんて顔、ま、もういいやろいね。出せえ言うん顔。どう撮りたくないの。いやもう撮りたくないっていう感情ではないけど、なんかもう今俺白黒はっきりつけてやめたんにって話。でも本当はちょっと撮りたいんやんの。 YouTube したいやろ。本心言わんか。いやそれしたいって気持ちはやっぱ少なからずあるよ。多分心残りでそれでちょっと精神的に参ってはっきり言って失踪したいと思うよ。仕事とか YouTube とかそこに挟まれて自分は本当は YouTube したいのに年末にもう動画もう出ませんっていうそう宣言してしまったやん。出れんっていうことが心痛いんじゃないの。本当は動画撮りたいんやと思うこの子。だから YouTube のこと忘れるために仕事に打ち込んどってん。そう YouTube のこと考
考える余裕を与えんようにこいつは自分を追い込んどって、だから結局あんだけみんなの質問を去年の3月に YouTube 引退する引退するっつって自分の中でまあ決めとったと思うよ。でもいざ引退してしまったら心にもうぽっかり穴が開いたようになったんやと思う。母親よし分かるんやあんたの、きっとみんなあんたの母はあんたのこと分かってくれるって。分かってくれるんかな。分かってくれるわいね。だから就職活動を続きつつ荒垣商事で働きながら YouTube やらせてもらえませんか。お願いします。いや全然構わんて。だからそれ分かって俺は寮を採用してるから。ただ俺の心の中の闇が何やったかっていうとすると、やっぱ引退したっていう決断をしたのに動画を無理やり撮られたことが嫌やって。自分の気持ちをちゃんとみんなに言ってからしたかったってこと。そういうこと。完全に YouTube を忘れようとしとった時期はあったわけよ。何になんかこう撮られたらちょっと嫌な気持ちになるやん。でもその前からちょっと精神的に追い込まれとったよ。そういろんな意味で。でも一番は銀行員になるための就職活動を続けつつ荒木商事で働くことを第一に考えて、うん、もう YouTube は俺の中の立ち位置的に3番目やから、うん、これは事実やから。とにかく荒木商事は続けるんやな。続けます。それはもう1位です。とにかく動画は好きねんからそこはやるべきやと思う。でも視聴者さんにマジで申し訳ないと思って、あんだけの動画を出したよ引退動画。何にさ全部コメント裏切っとることになるやんこれで。同じことずっと続けることってほらもうこの道やって決めた人でも違う道に進んどる人はいっぱいいるわけや。自分が YouTube やめるって決めたからって言って絶対やめなんてことがないねん。あくまでのことしてやっぱり YouTube 続けたかったっていうのはカッコ悪いよ。クソダサいやんけ。だけどみんなが寂しいと思った人もいっぱいいるわけよ。ファンのみんながその期待を裏切らんようにもっと動画頑張ればいいんじゃないの。荒木商事は動画撮りながら仕事できるけど銀行員就職確定したらもう動画出せんくなるわけや。そこだけは皆さん心得ておいてほしいです。本当にすいません。マジで本当にあやふやな優柔不断な男でマジですいません。どうなるのか予想はもう判断できませんけど、荒木商事で働きながら自分なりには YouTube を続けていきたいです。じゃあ目標立てましょう。ここで目標桐崎英二本当に名前変えればかっこモルモットいややわい出せダサい。今年いっぱいで400万人登録者モルモットで行こうぜ。じゃあ年内500万人で頑張ろう。おー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 。じゃああれしようや。ねあれしようあれしよう。言ったからね有言実行やぞお前。ねモルモットが500万人年内500万人いかないかだせ。これ某グループ YouTuber ヤマトの笑い方お前それバカにしとるやろ。モルモットが年内500万人いかないかだせ。